ますえー、次のプログラムは、えー、私、目黒の方からですね、IPK、えー、IPAMJ IP 民主に絡む相互運用性問題と解析ということで、15分ほどお話をさせていただきます。よろしくお願いします。でまず自己紹介です。目、え、黒、ー、と申します、えー。リブロフィス日本語チームで、えー、いろいろと活動をさせていただいております。よろしくお願いします。 で今回紹介するですね IPMJ に関する拡張機能なども作ったりしております。でまあ、どのようなお話かというところなんですが、人名に関わる文字の問題になります。えー、通常、ですね一般的にこう日本語用のフォントというものに含まれる字形というのは、1万、まあ、大体5000ぐらいの文字が含まれているものが主なんですけども。 えー、ところがですね1万5000文字も入っていても問題がありまして人名を表記する場合にはですねかなり、えー、これが多種多様な文字が溢れている状況にあって、えー、そのまま全部対応するには数万レベルの時計が必要になってくるという問題がありますで特にですね、えー、自治体で、えー、文字を扱う場合ですね、えー、そういった足りない文字というものを各自治体 独自で、えー、外事という形で、ですね、えー、独自のフォントを作成して、えー、それをでおのおののデータのところに、住民情報に割り当てるということをやっていますで。そうすると、どういうことが起きるかといいますと、これは適当に作ったフォントと文字なんですが、A 自治体では F040 というコードに,コードに対して、こういう字形を割り当てていると。 B 自治体ではそれに対して、渡辺の鍋自体の字、C 自治体では辻というふうな字、こういったものをですね、各コードをバラバラの時計を割り当てるという状況になっています。そうするとですね、例えば国がこういったものを一本化したシステムを作っていこうと思った場合に、A 自治体が作ったデータを B 自治体に渡すと時計が変わってしまうなんていう形が、問題が発生しまして、これはよろしくないだろうと。 いうこ,とでこの問題を解決しようという動きが、えー、あるわけなんですね。外需を解消していこうということで、えー、で作,り作られたのが IPAMJ フォントというものになります。えー、こちらですね、IPA が主体になって開発したフォントで、えー、人名用の漢字をですね、えーまあ、網羅したという触れ込みで、えー、6万文字を超える字形をです、ねえー、取り入れたものになっています。 現在は、えー、一旦開発が一段落し,、まあ、してないんですが、えー、現在は文字情報技術促進協議会というところが、えー、管理してますで、ます、あ。いろいろ人名、いろんな経過があって、ですね、えー、戸籍用文字だとか、重機ネット用文字だとかあれ、あれの文字だ、これの文字だといろいろあるんですが、これらをすべて、えー、統合して取り入れたものという決定的な位置づけとして、今回の IPMJ フォントというものが、えー、登場したと。 こううい流れになっておりますでもう少し中身のところを言いますと、えー、UTF のです、ね、i b s コードというものを、まあ、仕組みをです、ね、作って、これらの時数を収、ね、めるということをやっています、えー。例えば、えー、この鍋という字を見ますと、メインになる鍋の字ですね、これにはもともと UTF の,の UCS コードというのが振り 割,割り当てられているんですが、でこれに対して、遺、えーえー、体児というものが存在する場合に、えー、これのコードプラス VS コード、IVS コードというものを追加をして、えー、そこにさらに,、えー、これに、この親の文字に関わる別な遺体児というものをコードを振っていくという形の構造で、えー、親のコード、 子どもの VS コードという構造でですねコードを作り上げていくというふうな仕組みになっています。こういう形で6万文字を登録してです、ね、かつは親の文字と子の文字というふうな関係性も作り上げるというふうな趣旨で作ったものになります。でリベロフィスも一応、ですねこれらの表示に対応している状況にあるんですが、えー、で少し前の話になります。えー、2022年に 質問掲示板にこのような、えー、質問が寄せられました、えー。その文字情報技術促進協議会が配布している IPMJ フォントのサンプル集ですね、これを開くと、遺、えー、体字が正しく表示されない。まあ、具体的に言うと、遺体字のはずなのに、遺体字じゃない親の字が、えー、表示されてしまうというふうな、えー、質問がありました。で、えー、ではこのの IPMJ IVS すかへの実装が もしかして何か悪いんでしょうかというふうな、えーまあ、疑念がこの質問によって湧いたわけなんですね。で実際にあのファイルをダウンロードしてみました。そうすると、えー、正しくは、これ、分かりにくいんですが、4種類の字が本来あります。えー、どの辺が違うかといいますと、例えばこの真ん中の Y の字が、ここでは量という字になってたりしますね。 でまたはこの右側のうじという字、一本足りない字ですが、えーこの、ここの羽の部分があったりなかったりというふうなことで、えー、親のサイトの際、それに対して UIBS をコー,ドコード違いの複数のお文字が本来は表示されるはずなんですが、えー、そのドキュメントをですねリブレオフィスで開くと、すべて同じ字に、えー、なってしまうというもん。 ものですね、さて、えー、どうしてだろうというところで調,調査を始めました、えーで。先ほども申したんですが、親の UTF コードと v s コードという、この2つのコードをちゃんと認識をして取り扱えないと、正確に表示ができないということになりまして、えー、もしかしてこの取り扱い、リブレオフィス上での取り扱いに問題があるんではないか。 とということで確認をしようとしたんですが、なかなかこれが難しいわけですね。えー、IVS コード自体には特にあの見かけ上の形状がないので、テキストエディター上で、えー、そのコードがあるかないかみたいなことが見えるわけではない。そうすると、どうするかというと、もう少しですね、えー、エディター上というふうなところではなくて、もうちょっとも潜ってコード自体を確認していくしかないだろうということになりました。 ということで、ドック X ファイルで配布されていたものを ZIP として回答しまして、ドキュメント .xml を取り出して、えー、これをですね、バイナリーエディター、hexedit というコマンドラインツールをインストールしまして、これで開いてみましたと、えーで。ちなみにどういうコードを探せばいいのかというところですが、サイのコードは、えー、EQBD8B というものが割り当てられた UCS コードということになります。これをですね、先ほどのこの ファイルの中で探すということで、えー、バイナリーエディターで開いてみました。そうすると、ざー,ーっと探していくと、確かにここに EQBD8B というものがあります。で、この点々で表示されてますが、これがサイトの際が表示されている場所なわけなんですね。そうおなんですがあ、その直後はすでに次の XML タグが始まっていますので、 えー、そうすると、UTF、えー、の行動の直後は、すでにタグが始まっているので、まあ、IVS コードがないじゃないですか、という話になったんですね。IVS コードがないんだったら、サイトの際の親の字が出るっていうことで済むんですが、あ実際には、えー、環境にとは痛体字が、まあ、ワードであれば痛体字が正確に表示されているはずなわけなんですね。ということは、 ここですね、えー、IVS コードがないぞというお話です。えー、まとめると、サイの字の IVS がちゃんと反映されない、IVS の扱いに不具合があるのかな、えー、実際見てみるとコードがない、コードがないはずはないので、どっかにあるだろうということで探してみたところ、これが先ほどの文字本体のところなんですが、そこからだーっと下がって、こんなところに IVS コードがあったんです。 なんと、親コードと IVS コードが行きばかりになって、間にも XML のタグなんかも挟まったりした、こんな感じで、ドキュメントファイルが出来上がっていると。ということになっていることが判明しました。なんと、ワードの実装によっては、ですね文字本体と IVS が分断される場合があると。もしかすると、初期のバージョンの不具合ということはありそうな気がしますね。 でえー、でこれをですね、えー、ワード上では文字としてレンダする際に、2つの行き分かれたコードを一本化して、1つの文字として表,表示している可能性があると。おまあ、本来であればあ、そもそもファイルを作るときに一本化すべきというふうに思われるんですが、あもしかすると、そこを無理やりやっていて、えー、最近のバージョンだともうちょっと実装が改善されているのかなというふうに思われますと。 で,ではですね、えー、リブレオフィスで同じようなドキュメントを作った場合、どのように文字が格納されるかというところなんですが、ちゃんとこれは UCS コードと IVS コードが連続して、えー、確認され、あコードかなんだ、えー、保存されていることがちゃんと確認されていて、ちゃんとした実装ですねというところが確認できました。 ということで、えーまあ、そのような実装が存在することが判明したんですけども、これは果たして、リブレオフィス側の、まあ、再現性の不具合として扱っていいものかどうかというところが若干、疑問として残る状態にあります。 えーまああいうバラバラにコードが分かれて、XML に収まっているような状態に対して、対応す,するのが正しいのかどうかというところは若干悩みますね。まあ、対応できるに越したことはないんですが、えーまあ、でも実装上、ワード側の実装上の不具合ですよねというところで、そこれをどうしていくかというところは、果たして番組として報告すべきかというところは悩ましいところですというふうな事態がありましたというのが。 まあ本日のメインのお話になりますで。ちなみに今後のお話なんですけども、まずあの最初に紹介した IPMJ フォントというものをですね、でこれは、えー、拡張版のプラスというものが準備されていますで。なんとですね、えー、6万字でも文字が足りないことが判明しまして、10万文字を超えるものを新たにこう ベンダー文字なんかも取り込んだ形で拡張しようとしているというものがあります。でなんとそれをやろうとしたら問題が発生しまして、えー、オープンフォントとか、えー、トゥルータイプフォントというのは、えー、1ファイルあたりにですね、拡張、あ格納できる文字,文字の数が、えー、6万5千文字が上限だということが、えー、判明したそうなんですね。 で,えー、でも UTF ってこう100万文字とか扱えるはずですよね。えー、ところがあ、それとは別に、この UTF が例えば渡されたときに、えー、それぞれのフォントファイルの中のどの字形に当てはめる,て当てはめるかというテー,ブルがもテーブルが持たれていて、でその内部コードとして、グリフ i d というものがあるんですが、 えー、これが実際の文字の字形に内部では振られていると、でこいつがあの16ビットしかないために、要は6万5535文字程度までしかコ、えードを持てないということで、UTF がいくらたくさんあっても、1ファイルあたりで持てる時数には6万5000の限りがあるということで、でまあ、この拡張規格というのは、策定中ということにはなってるんですが、あ,あまり進んでないようだということで。 国の方では仕方がないので、用途に応じてファイルを、ォントフェルを分割して、えー、何でしたっけ、フォールバックでなんとかするとか、なんかいろいろ、またはあの縮小した6万5千以内にこう圧縮したようなものを作ってなんとかしようというところを検討している状況のようです。 でえーまあ、それが IPMJ フォントの今後の話で。もう一つの話としては、リブレオフィス側ですね、えー、その IPMJ プラスの10万文字に対応していけるのかと、と複数のフォントからフォールバックするような仕組みを標準の機能なのか、または新規開発で採用していくということが可能,可能なのかというところを確認していく必要があるとういうところですねで。もう一つが OTF、TTF の企画更新が早く進んでほしいなと。 いうところです。で、もう一つは、あまあ、6万5千以内に収めたーバージョンというのも作成予定ということで、こちらの登場もちょっと楽しみにしたいところです。で、最後に宣伝ですが、個人的に,に開発してますリブレオフィスの拡張機能というものがありまして、この IPMJ フォントをですね、 えー、簡単に検索をして、例えばサイトの際で検索すると、先ほど言ったその遺体字をですね、ざっと探してきて、これをクリップボードに送り込んで、ドキュメントに貼り付けができるという IPMJ キャラクターファインダー、綴り間違ってるんですが、えー、キャラクターファインダーというものを配布しておりますので、えー、ぜひ使ってみていただければと思います。ユーザーディレクトリーが日本,日本語名だと動かないのでご注意ください。はい といったところで、えー、私からの発表は以上となりますご静聴ありがとうございましたはいありがとうございます